本当の手話です。そう、一人じゃないんだよっていうので、手話でちゃんとあるらしいです。一人っていう、一って指で出して、人って漢字を書くんですよ。一人って書いた後に、じゃないよっていうので、顔の前で違うよっていう手で、ふフふフふっとこう払うんですけど、それが一人じゃないっていう手話で、今回大変なことですか全然ないです。レコーディングも早いし、 振付も40分ぐらいいでで終わったんじゃないですかねちょっとした特技になってきてますねスマップ振り覚え1 5六6年スマスマやってきてその日に収録する歌そして振り付けをその日に覚えてきたので今までこれまでずっとあんまやっちゃいけないことだと思うんですけどその成果長所としては振り覚えが早い短所としては振りが揃わない <laughs>、えー、続いてもう一つ質問いきます。 大阪府のサリちゃん、二十歳の専門学校生。スマップの新曲、ノッタ a ローンを初めて聴いたのは先週の生放送のスマスマでした。その時に、今回のキャプテンはライブっぽい歌い方をしてるなぁと思いました。でもこの間のワッツで流れてるのを聞いたら、普通の歌い方のキャプテンでした。キャプテンは先週のスマスマでいきなりアレンジして歌っちゃったんですか発売前で。 みんながちゃんとまだ聞いたことがない歌なのにアレンジして歌っちゃうなんてキャプテンらしいですね。そういうのって怒られたりしないんですかごめんね、心配かけちゃって。まあ怒られてねえかどうかっていうことに関して言うと怒られてはいないです。テレビで歌うとき違うんだっていう、まあできないんですよ。CD 通り。できないなんかさ、照れない制服をそのまま着るってすごい照れませんか このワッツで流してるのはビクターのスタジオでレコーディングしたバージョンじゃないですかそちらが皆さんのね携帯とかにダウンロードしてもらえる完成品とはなってるんですけどもじゃあなぜお前そっちは普通に歌ってんだっていうことになると思うんですが現場のことを包み隠さず言うと俺的にはこうやってやると気持ちいいなみたいな感じで想像の力ってやると僕は気持ちいいから やったりするんですけど、ディレクターさんに、あ、そういうのいらないっす。みたいな感じで言われちゃうんですよね。そこは、あの、音程そのまんま伸ばしてくれればいいですから、みたいな。あ、了解ですっていう感じで。わかりやすく言えば、没を食らうっていう。で、まあ、自由にパフォーマンスしていいですよってなった時には、ああいうふうになんか、うん。だ毎回僕違うと思いますよ。グラミー賞を受賞したジャズピアニストの日本人の女性がおっしゃってて、 これすっげえ言葉だなーと思ったんですけどめっちゃもう半端ないテクニックを持ってるんですよ彼女はなんだけど毎回違うんですって同じ曲を100回弾いたとしたら毎回違うんだって一期一会なんですって音楽とは私一期一会なんでその一回一回の出会いをすごく大切にしたいんですよっていう言葉をおっしゃっててそんな言葉にも共感できる僕なのでテレビとかでのパフォーマンスでは CD とちょっと違ってきちゃうんですよね。